はい、第3部でございます。ここからちゃんと話します。大和くん寝たんでね。まずね、電気のことなんですよ。電気 と、石油のことなんですけども、石油資源は、まあ、ほぼ私たち人類が存続する限りは枯れることはないですね、石油っていうのはね。というのが、まあ、石油をねちょっとね、私もいろいろ調べてみたことがあるんですけども、石油ってのは油田をこう、なんですか、石油が溜まってる地層があるんですよね。そこをボーリングで探るんですけども、その地層、湯だまりっていうのは確かになくなるんですけども、新しい湯だまりがねまた見つかるんですよ。でそもそも40億年ぐらいかけて堆積した生物の死骸などが石油になるんですけども、それほどの埋葬量のものが人類がね石油を使い出してわずか200年300年でなくなるのかっていうところがプロパガンダなんですよ。これは真っ赤な嘘で、石油の価格は、まあ、無料に等しいぐらいで水と同じような、ね、価格で提供できるんですけども、儲けたいがゆえに石油がもうちょっとでなくなるという、まあ、小出しにしてるわけなんですよね。で、私が小学生の頃、石油はあと30年でなくなると言われてましたけども、結局石油はまだまだありますし、まあ、なんだったら石油の値段って値下がりしてるわけですよ。だから化石燃料、石油ですよね、これを燃やして車を動かした方が、まあ、効率はいいということなんですよね。で、効率ってのはただ単純に、まあ、石油から動力に転換するっていう効率ではなくって、いかに多くの人を安く食わしていけるかってことも効率の中に入ってるんですよね。で、電気自動車がおそらく普及のピークを迎えているのが、まあ、2021年から2022年なんですけども、なんでそういうふうに言えるかっていうと、まずはね、電気がないんですよ。例えば IT 機器、パソコンとかスマホってありますよね。これ一気に私たちは手にするようになりました。一人2台のスマホとかパソコンも勤めてる会社によっては何台何十台と稼働させてます。その上でマイニングっていう事業が始まりました。暗号通貨ですよね。これも電気食うんですよ。ですんでね、今もう電気が足りないんですよ。今年の年末、東京では電気が足りなくなるんではないかなっていうふうに言われてるんですが、多くの方は気づいてません。で、ここ10年でね、電気の必要需要っていうのが30倍になるんですよ。IT 機器だけで。で、5G がなんで入らないかっていうと、基地局を作るにも電気がいるんですよ。基地局を維持するのにも膨大な電気がいるんですよ。そう考えていくと、電気の供給量ってのはもうすでにピークアウトで限界が来てるんですよね。ですんで、車を数十万台、数百万台、これから世の中に出していこうとすると、さすがに2030年になっても2040年になっても、電気がなくて無理って話になるんですよね。で、それの上にですね、電気自動車が普及していくためには、今のガソリンスタンドと同じぐらいの場所に、同じぐらいの距離感で、電気の充電スペースを設けないといけないと思うんですよ。で、そこにはそれぞれまたね、電気の維持費としての電気が必要になってきて、供給する電気も必要になってくるんですよ。だいたいそんなに膨大な量の電気どこで作るんですかと。そもそも何で作るんですか。石油燃料なんですよね。石油燃料を燃やして電気を作って、そしてその電気を供給して電気自動車が動くってことを考えたら、別にね、そんな電気生成しなくても直接石油燃料でエンジンを動かした方が、これまた効率がいいってことになるんですよ。つまり電気自動車は一定のフェーズまではニーズを満たせるんですけども、今ガソリン自動車を持っている人を全部入れ替えるほどにはとてもじゃないけども対応できないんですよね。これはもう未来の技術になってくるんですよ。頼みの綱だった太陽光パネル、今は日本各地に貼られてますけども、なんとですね、土壌が緩くなって今太陽光パネルがどんどん崩壊してるんですよね。そればかりか、山林に作った太陽光パネルのおかげで山のね、地盤が弱くなってどんどん削られていって犠牲者が出ているということになります。それだけじゃないんですよ。貯水効果もなくなっているので、今ね、木が育たなくなってきてるんですよ。そして麓に水を供給しなくなってくるんですよ。で、そういうことがここ20年で見えてきたんですよね。つまり今ストップをかけないと、日本は水資源が豊かな国ではなくて、水資源すらなくなって、そして電気も供給されない、とんでもないペンペン草の土地になってしまうんですよね。
もちろんこれは説の一つにしか過ぎませんので、そうならない可能性もあります。プラスこれからテクノロジーの発展によって電動効率が良くなったりね、ちょっとの電気でたくさんの電流機器を動かせるようになったりとかするかもしれません。最近の iPhone はバッテリーが持ちがいいですよね。あれも少しの電力で漏電することなく、ほとんどたくさんのね、100あったら100の電気が使えるように改良に改良を重ねられたということかもしれませんね。ということでね、ガソリン自動車本当に電気自動車に入れ替わるのか、これ大いに疑問で、カーボンニュートラルも一説によると大きな間違いを犯してるって説もあるんですよ。まあ、なぜならね、繰り返しますけども、電気を作るには石油が必要なんですよ。原子力は今ゼロの方向に向かってます。でどうするんだって話ですよね。太陽光もダメ、浮力発電もダメ、地熱発電もダメ。こうなったら頼みの綱は大気圏外から直接太陽光を引いてくるっていう方法なり、軌道エレベーターっていう発想になるんですよね。軌道エレベーターができるのが2035年と言われてますけども、あと十数年ですね。間に合わないでもないかなっていうところがありますけども、まあ電気自動車の普及よりはだいぶ遅いですよね。電気自動車、限られた人が今使われてますけども、もしかしたら私たち庶民が電気自動車に手軽に乗る時代ってのは来ないのかもしれないですね。はい、それでね、文明の発達消滅なんですけども、これにはまたいろんな説があるんですが、私はね、歴史は繰り返すわけではなくって、ただ規模が大きくなってどんどん起きているだけと、例えばね、繰り返すように見えて、まあ、同じことをしてるんですけども、第一次世界大戦っていうのはある戦場を設定したら、そこに軍人と軍人が集まって、そこでね、小競り合いをしてるだけだったんですよ。第一次世界大戦、第二次世界大戦と第一次世界大戦の大きな違いっていうのは、第二次大戦っていうのは国民一般人も戦闘に参加したってことなんですよね。だからものすごい数の人が死んでしまった。プラス、チャンバラでエイヤーエイヤーとやったような第一次大戦と違って、航空機と軍艦、これが主にまあ成果を出したわけなんですよね。大量の人を殺し、国を取っていった機動力になったわけですね。だから第一次大戦はどっちからかというと石器時代の戦いの名残だったんですよ。でも第二次大戦は今後戦争を起こして本当にいいんだろうかというふうなね、まあ戦争でいうとピークアウトに入ったんですよね。第二次大戦を境に世界中で戦争はどんどん減っていきました。第一次世界大戦の後は戦争はね、世界中に広がっていったんですよ。こうなって第二次大戦ってこうですよね。まあ、ですんで、まあ戦闘としては衰退していったのかなというところですよね。その代わり今度は経済というものが戦争の代わりになったんですよ。で、経済活動の一部に、まあ、武力、戦争を匂わせる、そんなね、背景があるよってことに変わりまして、かなり複雑化したんじゃないかなと思います。で、時間の概念ですけども、時間は後ろから通り抜けて前の方にどんどん出ていく。私たちは後ろ向きにね、時間っていうものを遡って進んでるイメージなんですけどね。そして可能な方は背中から正面に抜けている時間の流れをこうやってね、紡ぎ合わせることができる。これがまあ一種の努力であり、自分の運命を作っていくってことなのかなと思います。大抵の方は無理です。ですので流れる螺旋状にくるくる渦巻きながら背中から突き抜けて、私のね、前方に抜ける時間をただ眺めているだけ、後悔をするだけなんですよね。で、もちろん未来は見えません。振り向かない限りね。でも抜けていく過去の蓄積の膨大なデータを見ると、あ、未来はおそらくこんな形になるんだなっていう予測はできるんですよね。まあ、それがたまに当たったりするんじゃないかなと思うんですよ。で、またそれを無意識に寝てる間に見るのが疑似感、デジャブ現象なんじゃないかなとも思いますし、まあ、そもそも私たちは今起きて活動しているこの世界が私たちのメインの世界ではないかもしれません。うろ覚えなんですけども、寝ている間にいくつものパラレルワードを行き渡って、それぞれ別の名前、別の人格、別の物質になって、それぞれの世界で何かの役割を演じているのかもしれませんね。だからもしかしたら私が別の世界では石ころだったかもしれないし、別の世界では王様だったかもしれませんし、さまざまな人格と役割を演じながら自分という人間は無数の世界を、それこそ時間も空間も抜けてね、同時に過ごしてるんじゃないかなと思うんですよ。だからもしかして睡眠中に別の世界に固定されてしまうと、今生きているこの世界がどちらかというと相対的に夢の世界だってことになるんじゃないかなと思うんですよ。それがこの世界での死っていうものじゃないかなと思うんですよね。
例えば私がね、100個の世界を平行的に移動しているとして、どこで起きてどこで寝てるかってことを決めてるだけなんですよ。こっちでパカッと光ってこっちで消えてるみたいな、こうピカ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 ね、点滅してるようなもんで、で、ここの世界に用事がなくなったら、いわゆる死っていうものに対して残りの99個の世界でまたね、それまで通りの活動を続けていくだけと。で、たまにこの99個の世界で活動してるときに、この死んでしまった世界のことをたまに思い出す、それが夢なのかなとかね、思っちゃったりするんですよね、うん、まあこれもね、話すとまた長いんですよ。めちゃくちゃ長いんですよ。まあ、こんな妄想をね、小学生の頃から私もやってきましたんでね、うん、で、神様はおそらく、まあ私はその自然の法則を神様って呼ぶのかなと思いますし、私たちの暮らしっていうのは結局神様がほんの歌方で見た夢の一部なんじゃないかなと。だからいずれ煙のように消えていくのかなと思いますよね。インドにはね、ブラフマっていう単位があるんですよ。これは86億4000万年という単位です。もう私たちの暮らしには全く必要のない単位ですよね。86億4000万年ブラフマ、これをだいたい4回繰り返すと宇宙の歴史になるそうです。86億4000万年ですよ。気が遠くなるような日数ですよね。これを1ブラフマっていう単位なんですよ。ですんで100ブラフマ、1000ブラフマっていう単位でインドの僧たちは物事を語っていた、神話を受け継いでいたということになります。なんとも奇妙な話じゃないですか。もしかしたら1日24時間っていうのは私たちが考えてるだけで、そして人間の寿命は80年から100年と思って、長いようで短いなと思ってますけども、もしかしたらそのブラフマという世界に生きる人たちにとってみたら、ランチが終わった頃ぐらいの感覚かもしれませんね。朝起きていろいろしてランチが終わりました。それと同じ時間の中で人間というものが400万年の歴史を終えていたというふうなね、時間感覚、うん、まああっち行ったりこっち行ったりですね。はい、まあいろいろとね、収集がつかなくなってくるんでこの辺にしておきましょうか。で、最後になんで久保哲郎はマトリックスアフィリエイトに騙されたのかってことですけども、単純で吉谷さんがセールスをしてたからですよね。吉谷さんがセールスをしていて、で、それが例のヒルズ塾で販売されていて信用しきっていたんですよ。で、あのメタ流星っていうのが誰か分かんないけど出てきて、吉谷さんが信頼してるなと、この会社でプロデュースしてるってことはそれなりに覚悟を持って責任持って販売してるんだろうなって前提がありました。でも購入後メタ流星は消えたと。どういうこっちゃと思いますよね。販売者責任取らへんかと思ったら、まあ取らないということで、うん、だから信頼の向こうに詐欺があるっていうのはそこでね、腑に落ちたわけですよね。まあ、ですんで、なんで久保哲郎はマトリックスアフィリエイトで騙されたのか、単純です。吉田さんが売ってたからですよ。それぐらい信用してたわけですね。今は別の形でね、信用してますけどね。当時はだから依存的信用でしたね。吉田さんが言うんだったら、まあ、中身は吟味せずとも買えばいいと思ってましたね。うん。ただね、コンテンツの内容についていけなくて儲からないんじゃなくて、途中でメタ流星が仕事を放棄して逃げたっていうのは、これ何らかのね、追求とか保証はいったんじゃないかなと思いますよ。逃げたわけですから、消えたわけですから。だってコンテンツの配信の途中ですよ。それはさすがないだろうと思いましたよね。はい、ここまでで全部提供しましたって言うならいいですけども、なんかじゃあ次回の放送をお待ちくださいみたいな感じで、それ以来送られてこないんですよ、今日まで。で、その途中でアフィリエーターパーティーであいついましたからね、おおみたいな感じで、コンテンツ送られてこないじゃんって言ったら、今度送りますとか言って、それっきりですね。で、別の YouTube のアカウント立ち上げて、なんか与沢翼さんのセミナーのパクリをやっていたから書き込んでやりましたよ。金返せっつからね。そしたらそのアカウントも削除して、まあ、いなくなりました。だからずるいことやるとね、結局、真面目にやろうと思って顔向きできないでしょ。うん。だからやっぱりメタ流星ね、鹿児島から出てきたって言ってましたんで、吉谷さん、街で見かけたら、まあ言っといてくださいよ。金返せと。ということで、いってらっしゃい。